の駅まもなく発車いたします。Thank you.
本当によろしかったですか。はい、470で支払いどうぞ。はい、ご利用ありがとうございます。ちょっと待ってください。
いたしました他社長良川鉄道、国鉄さんの頃にですね、作られましてから今年で100年を迎えます。大正13年1923年に箕面田から箕面駅までと完成してまいりました。まあ、その今100年目のルートをですね、皆様方にお通りいただいているんですが、前の方かあと後ろの方をちょっと窓を覗いていただきますと、線路がまっすぐだよっていうところをですね、走り出していただいております。ちょっと違うんですけれども、このまっすぐさがですね、若干北海道っぽくないですか皆様に。前と後ろ、どちらかの窓を見ていただきますと、まっすぐな線路のところをですね、通らせていただいております。国鉄さんから、こうして走り始めましたいつになって、こちらの方が昭和61年国鉄さんから第三セクターという形になりまして、皆様方がご乗車いただいて、そのおかげ、あるいはギリギリたくさんの方々のご協力をいただきまして、今年で37年目を迎えさせていただいております。この先でもね、桜並木が両サイドに広がってまいりますが、そちらの桜は昭和61年第三セクターになりました時に植えられた桜なんだそうです。37年間すぐと育っている、そんな桜並木をご覧いただけるところに駅がございます。それでは関下口駅停車でございます。お出口は一両目の左側前の扉となります。関下口、また桜が咲いている頃にぜひともお越しいただきたい、長良川鉄道の桜の名所の一つとなっております。
市駅です。降りのお客様、1両目の前の車両来ていただきまして、進行方向右側、前の扉がお出口となります。お疲れ様でございました。はい、ありがとう。気をつけて行ってらっしゃいませ。
千年持つとも言われておりますので、もらった選手の四肢損傷まで、東京2020オリンピック・パラリンピックの賞状が1000年以上保たれる、嬉しいですよね。そしてこの杉本たちを抜けた左側、一本の川が流れ込んできております。左側です。茶色い建物がある前に、川が一本流れ込んできております。こちらが板堀川、和紙工房さんはこの板堀川沿線にあります。そしてまた昨年1月に香炉という植物をこの板堀川で発芽しをしている様子も見ていただくことができます。香炉山という山に源を発しました。この板堀川は近くに香炉神水というお水が出ているところがあります。ちょうど今ですね、世界陸上が放送中です。やり投げの北口選手、金メダル取りましたよね。そして、解説をしております方が高橋直子さんなんですね。高橋直子さん、2000年のシドニーオリンピック4歳のですね、金メダリストです。マラソンですから給水場があるんですが、その給水場のお水がここ板取川の近くで出ている高架浸水というお水を給水場で飲んで金メダルが取れたんだそうですよ。なので、ね、それからペットボトルで、この高架浸水も販売がされております。大変美しい板取川、そしてちょっと見ますと入り組むような形で関市、ここに大勢の一気もございますのでね、また板取川沿線もお越しをいただきたいと思います。それでは湯の村温泉口、湯の村温泉口です。窓口は1両目の車両、前の扉進行方向左側でございます。ここは花の駅なので、今花咲いてませんが、右側には藤棚、あと小さな可愛らしい花は地元の方が植えてくれております。お礼のお客様すいません、前の方の扉となります。Oh no!
看板が上げられておりますので、どうぞ右側奥ご覧になってみてください。ひまわりはどうですかね。暑さに耐えて咲いてくれておりますでしょうか。それでは進まない駅電車でございます。お出口は1両目進行方向右側前の扉がお出口です。お疲れ様でございます。
ご利用していただいた方には
車線入られますよね。入れないですか。ああ、おうちですか。はい、席からですね、チケットはないですよ、はい、切符はないですね。ないです。710円ですね。はい、お風呂入る。ああ。入らない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 。はい。わかりました。はい。お風呂。お風呂。温泉。ラフティング、ラフティング。行きますね。行く。チェンジマン。710円です。席から乗ったお客様見られ710円です。そんな感じの。ありがとうございます。前からです。
私ちょっと歩いたことがないので申し訳ないんですが、こちらから右手奥入っていただきますと慶勝寺さんというお寺さんがありまして、そちらの方にですね、まずは、4月5月になりますとボタン、そしてですね、あとはアジサイというとてもですねお花の、そんなお寺となっているところです。では続いての停車駅、福井の花駅でございます。
右側の1両目前の扉が開きます。こちらから、長良川橋梁を渡っております。綺麗な川ですね、長良川。
間を結びます。250キロ間を36時間以内で走りましょう。今年は4年ぶりに開催となりまして、76名がエントリーをされ、45名の方が完走されたそうです。これには特別さん時代、車掌さん、バイクの車掌さん、メンディー船といいまして、名古屋から高沢まで路線バスがここ運行されていたそうです。その時の写真さんだった佐藤良二さんという方がこの桜並木を植えていってくださったそうですね。ただ昭和52年47歳というお年で亡くなってしまったので、その後は同僚、家族、桜を守る会、全国の方々から桜が贈られてまいりまして、どんどん増えていっております。その佐藤良二さんをしのぐマラソン大会が4月に行われまして、ネイチャーラン桜マラソン、ちょうど土曜日がスタートなので、観光列車が動いている時でしたからね、声を届かないんですが、列車の中から4年ぶりに応援をさせていただきました。10個目のトンネルに入ります。白山トンネルです。川幅の広い状況を見ていただいたんですが、これからちょっと川幅も狭くなり、
次の停車駅が郡上八幡駅、郡上八幡駅が次の停車駅となります。日本三大清流と日本の方って三大とか五大とか作るの大好きなんですよね。その中で三大清流と言われております流れがあります。これは一つ皆様見ていただいております長良川166キロあります。そして高知県の四万十川です。200キロあります。あと静岡県の伊豆半島に入っていく西野市のお隣、柿田川というところ、清水町にあります柿田川、わずか 1.2 キロです。富士山の雪解け水がポカポカと湧いております柿田川も日本三大清流の一つです。今日はその清流という名前がぴったりなぐらいに綺麗にご覧いただける、どうぞ皆様方、右手下、浜底までしっかりとご覧いただける、とても素敵な流れの長良川、準備させていただいておりましたので、どうぞご覧になってみてください。この辺りも釣りを、ね、なさってらっしゃる方、そして対岸の白い建物はホテルさんです。郡上踊りが今年は31夜だったんですが、ちょっと徹夜踊り2日間がお休みになってしまったんですが、それでも31夜全部やりますよって頑張っております。昨年ユネスコの無形文化遺産に全国41カ所の郡流踊りという踊りが指定をされました。岐阜県は郡上踊りと、そしてですね、鼻水の掛け踊り、これが郡上市の名峰というところで行われる踊りだそうです。ですからね、そういったこともあって今年はなるぞーって、力が入っておりますので、今日踊りにいらっしゃった方も名物ではないかと思います。で、このホテルさんの奥の山が大滝鍾乳洞、そして縄文洞というところがあって、その出口のところに流しそうめん屋さんがあるんですよ。おつゆおかわりし放題、食べ放題、時間制限なし、いいですね。1000円かからなかったはずです。昨日は300人くらいの方が流しそうめん食べていらっしゃる。多い時は600人くらいいらっしゃるんだそうですよ。また洞窟の中が、平均温度が14度、夏は涼しい、冬は暖かいということで、だから流しそうめんも今月いっぱいということになるわけなんですけれどもね、そんなところへも涼を求めてお出かけいただく方もいるのではないかと思います。それでは6つ目の橋梁です。大列長良川橋梁、まず渡るとき左です。遠くの方を見ていただきまして、黒い山並みがご覧いただけたら、長良川の源大日ヶ岳、大日ヶ岳から源を発しまして166キロ伊勢湾へと進んでおります。長良川の源となります山、今日はご覧いただけますでしょうか。雲がなんかうーっと上に伸びてるような、下のところに黒っぽい山見えますよね。その向かって左側の方にちょっと頂上雲がかかってる山が白山です。白山が見えました。大丈夫ですか。今度雪が降ってる時に来てください。白い方がよくわかりますので、はい、雪景色白山連峰もちょっと見ていただけました。それでは皆様方、まもなくで郡上八幡駅です。こちらの郡上八幡駅は昭和4年にできました駅舎でございまして、国の登録有形文化財に指定されております。階段しかございませんので、申し訳ございませんが、通路を通っていただいてお出口となります。市内の方に行かれるお客様は毎時15分45分に
郡上八幡駅到着でございます。タクシーアテンダントのこちらで出演させていただきます。皆様方が良い旅をお続けいただきます。反対ホームに入っておりますのが観光列車三号車川崎の方が入っておりました。お疲れ様でございました。折り向くのは前の方からお引きお願いします。ただいまよりこちらの車両の切り離し作業を行います。通路
思います。はい、徳永です。こちらで切符、現金生産と承ります。はい、はい、お姫様ですね、はい、ありがとうございます。お気をつけて出てください。
てた。さあ、もう一人聞いて、教えて。教えてみない。Thank you.